FCFC ラジオタントーク。あなたのお耳に外国語大学。皆さんどうも、タフス FC ラジオ、カントークです。私が、進行を務めます、新海誠です。よろしくお願いします。そして、本日のゲストは、はい。東京外国語大学国際社会学部2年、ドイツ語科、高橋幸喜です。お願いします。よろしくお願いします。ということで、前回の渡辺壮介に続きまして、ドイツ語科で同学年の後期に、来ていただきましたが、どうですか、ドイツ語。前回壮介からドイツ語の、成長がまだまだだと言われましたね。はい、指摘されましたが、その辺はどうですか。まあ頑張ろうかなと頑張りたいなとは思ってます。どれぐらいいけんの、ドイツ語的には。なんか喋るのが無理なんですよね。うん。喋るの難しいよね。聞き取りはできる。いや。って感じです。ドイツ人の先生の授業、はい、だよね。そうです。会話の。難しいよな。はい。俺聞き取りが一番難しかったわ、ドイツ語。てかなんかドイツ語の先生って、そのドイツ語の説明をするのにドイツ語を使うんですよ。うん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 、だから何言ってるか分かんないっていうなるほどね。分かんないとこは全部ドイツ語で説明されちゃうんだ。そうです。それは英語で質問すると返してくれんの？あ、まあ、英語使ってくれる先生もいます。あ、なるほどね。いやでも確かにこれはね、みんなにちゃんと伝えたいのは、ドイツ語の聞き取りはマジで難しい、現地人の。そうです。なんか俺ができない、俺ができないみたいになってるけど、ドイツ語が難しいっていうのは言いたいです。はい、本当にそれは難しいですというのはね、伝えておきましょう、はい。もうそんな1年いたけど、聞き取りまだまだできない。はい。はい、ということで、そんなドイツ語がまだまだな後期に来てもらいましたが、はい。今日はですね、部内の〇〇の、一番〇〇な人ということで、少しだけ、お話ししてもらおうと思います。はい。ので、なんか後期には、この部内でお題を決めて、なんかそんな人を一人挙げてもらおうかなと思ってます。はい。では、まず、後期的に一番、サッカー上手いなって思う人、一人挙げてもらっていいですか？サッカーが上手い人？うん。後期が、その、上手いなって思う、その、スキーとか、そういうのに。あー、でも、パッと思ったのは、うん、修二くんですね。おー、あ、そうなんだ。パッと思ったのか。どんなとこか。なんか、シジ君とよく話すんですけど、うん、自分はこう割とこう、なんていうんですかね、技術のなさをこうフィジカルでなんとかしてる感があるんですよ。うんうん。けど、まあシジ君はなんかその辺をちゃちゃっとこう相手かわしたりして、うん、なんかこう状況を打開するみたいなのあるじゃないですか。うん、見てるとやっぱうまいなって、この前の試合見ててもうまいなって思ってます。なるほどね。あ、じゃあ後期的には自分はどっちかっていうと、そんなにこう足元よりはフィジカル系だと思ってる感じだと思ってます。はい。なるほどね。でもそれは修士も言ってた。はい。あれぐらいバチンって強くいけるボランチいいなって言ってたよ。ああなんか、ないものねだり感はある。ああ、そうです。それでよく多分喋るんですよね。そうだね。そうだね。なるほどね。じゃあ、修士みたいになりたいなと思う。なれたら、なんかかっこいいなって思います。うん、まあまあ、まあ、スマートだもんね。はい。まあ、後期がスマートじゃないわけではないけど。うん、いや、でもなんか、なんか本当にサッカーが上手い人だなっていうイメージです。確かにね。まあ、本当上手いね。確かに、その外から見てても、8番うまいねってやっぱ言われるもん。なんか優雅っていうか、うんうん、おしゃれな感じが。ちょっとその見た目とかもね、はい、出てるね、優雅さにはね、おそらく。はい。うん。うまいなって本当に思います。いいですね、いいですね。じゃあ次は部内で一番気が合う人。気が合う人。うん。気が合う人誰だろうな。
誰だろうな。まあでも、同期で一番仲がいいっていうか、一緒にいるのは宗介ですけど、うんうん、あいつはな、あいつっていうよりか、まあそう、リクかな。あ、そうなんだ。かな。あ、まあ、リク後期仲いいよな。と思います。うん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 。あ、じゃあ、宗介は別に気が合うわけではないと。気が合うわけではないです、多分。うんうん。え、リクはどんな感じなの？その気が合うってのは。ってか、なんか、基本的に、俺はなんか、変なことするやつが好きなんですよ。あいつ変なことするじゃないですか。なんで、それを見て、ずっと笑ってるって感じ。あー、リク変なことする？何？どんなことすんの？なんか最近ずっと言ってるのは、なんか、あいつのズボン？なんかフラミンゴのパンツ入ってくるんですよ。あー、あの短パンでしょ？ダッサい。ダッサいやつね。それをずっといじってます。なるほどね。あいつが変なことしたっていうか、まあまああいつが変なことしたのか。そうだな。うん。なるほどね。なんか上ならわかるじゃないですか、フラミンゴ。いや、わかんないよ。わかんないけど。わかんないわかんない。フラミンゴのパンツ。フラミンゴのしかも短パンだからな。はい。うん。まあまあない。それは最近はずっといじってます。どこで買ったのかな、あれ。わかんないです。あ、聞きそうは聞いてないんだ。あれ、どこで買ったのかな、フラミンゴの。見たことないもん。はい。確かに変だ。最近ずっといじってます、それは。なるほどね。じゃあ、リクまたフラミンゴのその上着もよろしくお願いします、ということで。じゃあ、次行きますか。じゃあ、一番面白い人。面白い人？面白い人、うん、最近思うのはやっぱなんか僕たちまだ川辺優太の面白さを引き出せてないんじゃないかなって思います。なるほどね。はい。コウキどんぐらい話すの？いや、あんま喋んないですけど、時々近くなった時に、まあ、喋るんですよ。うん。でもその返しとかは面白いですね。あ、そうなんだ。はい。え、何し、ゆうたとこうき何喋るの？ってかなんか、一回あったのは、なんか、前ずっと怪我で出れなかった時あったじゃないですか。うん、その肉離れで。その時に、ゆうたがこう、水飲んで帰ってきた時に、ゆうた熱くないの？みたいな聞いたんですよ。そしたら、いや、熱いですね。これはフェーン現象ですね、みたいなこと言われて、さっていう、さらっと言って帰るっていう。あれ？フェーン現象ってなんかあの山のやつだよ。いや、そうです。そうです、ね。まあ、それはちょっとよくわかんないんですけど。わかんないね。ここでフェーン現象が出るのは、すごいですね。さすがね、ちょっとよくわかんないけど、おそらく、これをおそらく引き出していけば、面白くなると。まだ多分、秘めているものは、あると思います。なるほどね。いいっすね。じゃあ、次は一番お世話になった人。お世話になった人は、多分本当みんな優しくしてくださってるんですけど、一番お世話になったのは、健太くんかな。水戸だと思います。あ、そうなんだ。そんな方で名前上がるの意外なんだけど。あ、そうなんだ。で、どんな感じで？いや、なんか、あの人見た目いかついですけど、うんうんうん、本当に多分優しいです。本当に優しい。まあ、そうだよね。結構その悪いやつっぽいけどさ、悪いやつじゃないもん。優しいです。うん。え、何してくれたの、ケンタ？一番お世話になったのは、なんか奥のドイツ語の電子辞書が壊れたんですよ。うんうん、1年生の最後ぐらいに。で、ドイツ語の電子辞書ってなんか5万ぐらいするんですよ。あ、そうなんだ。はい。したら、なんか普通にくれました。マジ？あいつどうしたの？それ。いや。わかんないっす。諦めたのかな。あ、そうなんだ。パラッと、え、なんかあげるよ、みたいな感じで。へぇー。強い、あいつ。いや、普通、多分そんなことできないなと思って。うんうんうん。なるほど。になってそうだよ、なんかよく一緒にいるって言ってたもんね。飯も一緒に食べてるみたいな。
はい、そうですね。YouTube で出てたか、あの時か。ああ、そうですね。そうだよね。一緒にご飯食べてたもんね。なるほどね。水戸健太ね。いいね、はい。素晴らしい。なんか一番優しい人みたいので、健太くんは出そうと思いました。ああ、すごいね。そっちで出るんだ。はい。それは素晴らしい、健太さん。いいっすね。じゃあ、褒めとかないと。はい。お世話になったんで。自分ね、自分取り返さないとやんないけど。じゃあ、一番しっかりしてるなって思う人。しっかりしてる人は、もう山本くんですね。ああ、やっぱそっか。即答です、そこは。それはどんな点で思う？いや、なんか、まあ、あの、学連系の仕事とか、審判の仕事とか、僕は絶対にやりたくないので、ああいうのを、きちんとこう、真面目に、しっかりこなせる人っていうのはすごいなって本当に尊敬します。なるほどね。まあ、そうだよね。みんながおそらくそういう大和さん。そうですね。そこはもう、みんなそうだ、分かってると思う。なるほどね。じゃあ、どうしようかな。一番、もっと知りたい人。ちょっと不思議だな、みたいな人。不思議だなか。まあ、川辺優太はちょっと先出しちゃったんで、変えると、誰だろうな。もっと知りたい人？まあ、清純とか、どうなんですかねって思います。それ何？だって、二人組もやってるしさ。はい、やってますね、青春と。よく知ってそうじゃん。はい。けど、あんま多分、あいつ自分の話しないんですよね。はい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 。まあ確かに。謎に包まれてる、まだ。はい。結構、謎に包まれてるっていうか、なんかよくわかんないところが多いなって。多分、青春のなんか、ここ知りたいみたいなとこある。なんか青春の、その、なんだろうな。なんか、聖人って何してんだろうなって。確かにね。それ聞いて。わかんないですか？うん、わかんない。本とか読んでんのかなって、は思いますけど、うん。確かに。何してんだろうな。なんか、ゲームもしなさそうだし。うん。オフの日何してんだろうなって思います。確かに。俺前オフの日聞いたけど、鎌倉行こうと思って家から出なかったって言ってたから。マジで意味わかんなかった。でもなんか、つってたよ。部活行くとかって言ってた。その高校の。ああ、すごい。あ、ま、確かにわかるかも。しそう。だからその、ほぼサッカーだったのね。そう、サッカー以外のところの精神はあんまりわかんないです。確かに。そうだね。確かに、ちょっと謎かも、それで言われると。はい。だいたいこれでまあ10分ちょい経ったので、あと1個ぐらいいく？はい。なんかあるかな。じゃあどうしようかな。せっかくだから、じゃあちょっとマネージャー行こっかの中で、はい、の中で一番、いい人だなって思うのは、このぐらいにしようか。いい人だな。うん、いい人だなっていうのは、カノンちゃんかな。おー。それはどんな点で？いい人っていうか、なんかすごいいい子だなって。なんかちゃんと挨拶してくれるし、ずっと笑顔だし、うん。すごいいい子だなって。うん。まあそれは確かに、その、ザ・いい子だもん。はい。あんな多分僕はニコニコずっとできないです。うん。そう。たまにね、たまにあるけどね、その、俺になんかお土産くれる予定だったんだけど、はい、その紙にあの多分行きで寄ってきたのコンビニのレシート入れてたことある。それは全くなかったです、うん、そこに入れるものなくて入れたんだけど、うん、もしかしたらちょっといい子じゃない片鱗も見えてくるかもしれない、はい、ちなみにね、他のみんなもね、絶賛いい子ばっかり、いい子です、はいはいはい。ということで、こんな感じでだいたい、時間経ちましたので、最後に
じゃあ今期から一言よろしくお願いします。一言ですか？うん、なんか全体で、これはまた別、あのなんか全体に本当フリーで伝えたいこと。ああ、はい、まあサッカー部は今挙げた中じゃなくてもなんかいろんな面白い人がいるので、なんですかね、授業とかで一緒になったらサッカー部に声かけてみてほしいなって思います。面白い人がいっぱいいるので。はい、いいですね。はい、ぜひ声かけいただいて、あとこっちもね、こっちも絶賛面白い人いますので、はい、お声掛けください。ということで、はい、本日の監督は以上となります。お送りしましたのは、私、宮崎駿と、はい、高橋光希でした。ありがとうございました。ありがとうございました。